はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビッシュです。では、今回は、ハーツオブアイアン4、ガンダム一年戦争モッド、地球連邦軍プレイの続きをやっていきたいと思います。今回は、モビルスーツを一切使わないというコンセプトでプレイの方させていただいていてですね、連邦軍のジムが使えない中、なんとか持ちこたえているという状況で、すでにですね、アフリカ、そして、オーストラリアから東南アジア一帯にかけて、ジオン軍に奪われてしまっているという状況で、さらに具合が悪いことで、ついに南米にも強襲上陸を許しているという状態です。ただ、悪いニュースばかりではなくてですね、少し、研究の方をお見せしておくと、まずビクトレーが完成してます。ビクトレー。まあ、このビクトレーを大量に生産して、モビルスーツのザクに対抗しようというのが基本的な戦略の、まあ、根幹になっています。まあ、ザクの MS 小隊の、まあ、師団の力と今回新しく編成しているこの対 MS 機構大隊、ここにはですね、ビクトレー、主力戦車、そして対 MS 自走砲、これをね、ご覧のように組み込んだ大規模な大隊になってるんですけども、これであれば、ザクにも勝てる。まあ、ただ、コストがむちゃくちゃかかるので、ここはですね、連邦軍ならではの物量戦で、ジオン軍を圧倒していこうじゃないかというふうに思っています。では、早速、時間の方を進めていきましょう。まずは、南米からは、ジオン軍を一掃していきます。ここでもやっぱり機構大隊、活躍してくれてるというところですね。ビクトレーがとにかくコストがかかるので、ビクトレーをいかにたくさん生産できるかっていうのがね、一つ勝利のための近道になるかなと思ってます。で、戦線の方もだいぶですね、絞ってまして、一つはアメリカ、北米戦線ですね。で、アジア、ヨーロッパと、まあ、大きくこの戦線にしています。で、南米の方はもちろんね、撃退しなきゃいけないんですけども、ヨーロッパの方は、いよいよオデッサ作戦を発動できる、まあ、そういう状態にしてあります。時間を少し進めていて、ずーっとね、目標としていた、この地球反攻作戦。これでオデッサ作戦を含め、いくつかの作戦が発動可能という状態になってますので、今回は、オデッサ作戦をね、何としても発動していきたいと思ってます。じゃあ、オデッサどこにあるのって話なんですが、オデッサはちょうどここにあります。今、戦線で言うと頑張っていて、なんとかね、押し込まれないようにというところで、対 MS 機構大隊を大量に配備して踏ん張っているという状態です。まあ、ただこういうね、とんがってるところとかを見ると、やっぱり、ザクがいるということなので、まあ、このザクをどうやって蹴散らしていくかっていうのはね、一つ大きなポイントになると思っています。あとはですね、カリフォルニアベースに迫っている北米戦線も、割と順調に推移しているところで、このままできればですね、オーガスタ基地、フロリダアーハントの付け根にあるオーガスタですね。ここを取っていければいいかなというふうに思っていますので、まあ、重点的には南米、そしてこの北米のオーガスタ方面、フロリダ方面、そして先ほどお話したオデッサ方面ですね。この3つを重点、攻略ポイントと定めてですね、頑張っていきたいと思います。では、オデッサ作戦をちょっと発動していきましょう。オデッサまでね、だいぶ迫っているので、これを機に一気に、オデッサを取って地球反攻作戦をね、成就させていきたいというふうに思います。まあ、そのために邪魔となるのがやっぱりザクなので、ザクはね、仕留めておきましょう。いやー、本当にこの、ビッグドレー強い。ビッグドレーを大量に生産できる、連邦軍ならではというかね、そういう作戦になってるのかなというふうに思いますけど、これで
ザクをね、相手に互角の戦いができると、ザク怖くないよっていうね、そういう状態に持ってこれているので、このままなんとかザクをね、潰していきましょう。でディジオンちょっと溜まっているので、いくつか政治ポイント使っていきましょう。まずニュータイプ思想ですが、これ広めるを使っちゃいます。南米の方から上陸してきたジオン軍を撃退ほぼできてますね。北米の方もすごくいい感じできていて、キャリフォルニアベースに迫っています。あとオーガスタ基地にもね迫っているというところで、順調に来ているので、あとはヨーロッパですね。で余剰の兵力というのはまあ基本的にないんですけども、兵力に余裕がねちょっとでも出てきたら、トルコあたりに強襲上陸をかけて、一気にねこのヨーロッパ、アジア、一帯の戦線をね、我々の有利な方に傾けていきたいなというふうに思ってます。なのでこのあたりはしっかりと状況を見ながらですね、師団をいつトルコに落としていくかというのと、この地中海のね制海権、強襲上陸必要なための制海権、これの獲得も行っていきたいと思います。で海軍を派遣しているんですが、まあ、取れてるところ取れてないところあるので、ここはじりじりと奪っていければいいかなというふうに思っています。ルナ2の方なんですけども、ジオン軍の強襲上陸があるようなんですが、今のところまだ上陸を受けている感じはないですね。ただ情報としてはルナ2に強襲上陸中となっているので、これはねしっかり、受け止めていきたいなと思います。ルナ2の周辺の制空圏って言った方がいいのかな、制海圏って言った方がいいのかな、は取れてるので、強襲上陸を受けるとはちょっと思ってないんですが、状況としては不明なので、しっかりと見ておきましょう。まあ、ルナ2が唯一、宇宙におけるね、連邦の拠点になってますので、ここを落とされないようにだけは気をつけておきたいと思います。まあ、ひとたび強襲上陸を受けるとね、本当に苦しくなるので、気をつけたいと思います。戦争の状況なんですけども、苦しかった状況ですね。まあ依然苦しいんですけども、まず師団の数で逆転に成功してます。で、工場の数も追いついてきているというか、まあね、一時だいぶ離されたんですが、占領地を増やした、まあ奪還したということもあって、巻き返してます。で、もともと資源の量では我々の方が圧倒的に有利だったので、ここに来て一気にね、逆転しつつあるという、かなり好転してきているので、このままなんとかね、押し込んでいくと、まあ、そういうねゴリ押しの戦いになってしまうんですけども、連邦軍がモビルスーツを使わずに勝つ唯一の作戦だと思うんで、このビクトレイを大量に生産した、足は遅いんですが、まあ火力の高い重火力のね、師団で押し切っていきましょう。で、もうすぐ南米に上陸したジョン軍の部隊は壊滅できそうです。あと、北米の方ですが、オーガスタまで迫ってますね。カリフォルニアベースにも迫ってます。このままね、カリフォルニアベースを取れれば、北米での戦い、次の目標がね、やっぱりニューヨークというのが見えてくるので、ここを一つの目標に北米戦線は頑張っていきます。で、ヨーロッパの方ですが、ここがね、もう少しで、オデッサに到達できるというところまで来てます。まあ、ただやっぱりザクがいるところ、グフがいるところ、モビルスーツがいるところは、父としてね、戦線が前に進まないという、まあ、そういう状況もあるので、まあ、焦らずにのんびりゆっくり戦っていきましょう。まあ、本当にね、各戦線こうやって見ても、中央アジアなんかは特に頑張ってくれてるなっていう感じがしますね。本当にきつかったところをよく盛り返してくれているというのがねありますね。本当にきつかったところで言うとね、この中央アジアなんかはインドを放棄した直後なんかはもうゴリゴリに押されて本当にきつかったんですけど、今はビクトレイの配備が進んで
少しねマシになってきたかなというところですね。まずいバッドニュースとしてはですね、だいぶこのビクトレイに持ってかれていて、工場一番重要になってくるね、この歩兵の装備とかが少し足りてきていないというところで、工場の数を少しこの歩兵の装備重火器の方に回しているという変換を行っています。なのでもっともっとこの辺りのね軍需工場は数が欲しいなと思ってます。ついにルナ2に強襲上陸を許してます。これは急いで、防衛しなきゃいけないところになりますので、防衛をねしっかりやっていきましょう。ザクに入り込まれると本当に苦しくなるので、強襲上陸を許さないというね。だは、早速強襲上陸許してしまった。これはきついぞ。まあ、来るべき時が来たという感じですかね。ルナ2が陥落すると本当にしんどくなりますよね。ただ本当に厳しそう。まあ、一個ずつ潰していきます。一個ずつね。いや残念ながらこれルナ2が取られそうですね。ルナ2は放棄だな。このルナ2を守りきれなかったというのは痛恨ですね。まあ、今から部隊を送っても絶対間に合わないので、シャアにルナ2を奪われるという、まあ、ちょっと残念な結果になりましたね、ここは。はい、ルナ2の方なんですが、なんとか持ちこたえてくれてます。攻略作戦失敗となってますけど、まだね戦ってるんですけども、追い払うことができるかなっていうところですね。ルナ2の方には部隊を増強していきたいと思います。まあ、地球での戦いが苦しいんですが、ルナ2を失うと宇宙における拠点がゼロになってしまうので、まあ、そういう状況はね、避けるべきだと思うので、この後は、部隊の一部をですねルナ2に配備していこうというふうに思います。ルナ2の駐留してるね連邦の宇宙軍はそれなりに戦力充実してるんですけども、ルナ2に駐留してるね陸軍が数が少し足りないかなというふうに思うので、ここは注意していきたいと思います。では、今回は一度ここまでにさせていただいてですね、ご覧の通り各戦線、前回までの苦戦が嘘のように前線してくれてますので、このオデッサ作戦発動中にですね、できれば、もちろんオデッサもそうなんですが、カリフォルニアベース、オーガスタ、そしてルナ2から敵部隊を追い払うということをね、重点的にやっていきたいと思います。で、生産のラインの方はですね、今圧倒的に足りていないのが、歩兵の重火器の装備が圧倒的に足りてないので、これをね、ちょっと重点的に生産のラインとしては載せていこうと思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。